甲状腺に腫瘍ができる病気では悪性良性の鑑別が必要です。しかし甲状腺悪性腫瘍の多くを占める乳頭がんでは非常に進行が遅いことが多く、患者様との治療方針の共有が必要です。当院では患者様に寄り添った治療の提案を心がけております。